はい、皆さんもせよいよ。はい、これね、ブリーチの100ね。どうやって使うのこれ 30g。 何対何だろう。もう20年ぐらい前に買ったやつだね。30年前に買ったやつ。ちょっと使い方も、使い方、何対何だろうこれ。イタリア製。大体どこもイタリア製なんだよね。使い方が書いてないんだ、これよくね。1対2、 6% と1対2、 1対2で混ぜてくれと。でもうこれ1回使っちゃったらもうダメだね、これね。まあ1対2、でこれを 16g 出た。もう湿気が多いからもうこれすぐダメになっちゃうよね。もうこれはもう廃棄処分だね。16、1対2だから32足したいんだよね。ああ入れすぎちゃった。まあいいや、ちょっとかなり16入れて40、何すこれ、ちょっと袋に入れてると怪しいんだよね。47出来上がりがね。あ、ちょっと入れすぎちゃったね。でも構わないです。これは水っぽいね。水っぽい、溶けない。ちょっとやり方失敗しちゃったね。溶けないよこれ、溶けない。こんなの塗っちゃう。でこれで前なんか黒染めしたんだよね。とにかく塗ってみましょう。色が取れるかどうかね。これちょっと取れる気しねえなこれ。水で、なんか昔水でやるって確かに聞いたことあるんだよねえ。たっぷり塗るけど、たっぷり水とあれでこれで抜けるの実際。なんかちょっと心配になってきたね。録画されてる？そもそもこの白いものを塗ると色がね取れたように見えるんだけど、実際取れてなかったりするよね。この赤は何だろう。赤はイゴラか、ロイヤルペンタカかなんかかな。うわひどいねこれ。ちょっとピンクが出てくるね。ピンクが落ちてくるね。なんかこれどういうことこれ。なんかこう脱色するというより色素が抜けてる、落ちてるね。水とこれはだから普通の過硫酸塩ってやつ、成分表示がね、ラウレル硫酸、エデト酸、脱色脱染剤、ラウレル硫酸だって。ラウレル硫酸塩、何が入ってんだろう。過硫酸塩ってのは入ってないじゃん。でも同じものなのか、名前を変えてね。ちょっとひどいことになっちゃったね。うわ、ちょっとひどいことになっちゃった。はい、これでしばらく放置してみましょう。赤はね、
で今何時、今8時20分だから、ちょっとこれあと30分も放置していきましょう。忘れちゃったね、時間ね。でも抜けてるよ、色がねえ。ちっ、なんだったちょっと洗っていきよう。でちょっとお湯でゆすいできたら、かなり抜けてんじゃない、これ。かなり黒取れたよね、真っ黒だったよね、最初ね。ちょっとこれで乾かしていきよう。はい、ちょっとね抜けたよね、黒ね。赤はもう完全に、なんか結構赤はもう取れちゃったね。塗ってないとかちょっと残ってっけど、いや水で抜けるもんだねこれね。自分の髪の毛もちょっとやってみっかね